古代日本ナレッジ。今回は古代における絶対君主、雄略天皇。実在性の怪しい古代の天皇家の方々の中で、稲荷山古墳出土の鉄剣名より唯一物的証拠が出ている天皇。そんな雄略天皇の初の妻は、春日のワニの臣、深めの娘、おみなの君。お名前からしてとっても若そう。そんな雄略天皇の妻には、他にも、吉備の神道の臣、タサさんから寝取った吉備の若姫様がいらっしゃいます。こっちのお名前もやっぱり若そう。雄略天皇は幼妻が好きだったのか、それともおみなの君が闇落ちした際の別のお名前が吉備の若姫様だったのか、つまりお二人は同一人物の可能性があり得る。そんな雄略天皇とおみなの君の間には、春日の大八女の姫子という娘さんが誕生しますが、雄略天皇は認知しない。なぜ彼は認知しなかったのか、そしてなぜ天皇家の皇統は分断されたのか、もしここにタブーがあったとしたら。